鹿児島ラーメン、鹿児島ラーメンとは、鹿児島県内及び周辺の専門店で供されるラーメンである。豚骨をベースにした半額スープにストレート麺が基本となっており、これに各店がアレンジを加え個性を競い合っている。タレには地元製の甘みの強い醤油を使うことが多いため、九州他県の豚骨ラーメンに比べて、スープに甘みがあることも特色となっている。 各店舗が独自に発達させてきたため、鹿児島ラーメン総体としての特徴はないとも言われている。逆に、各店舗それぞれに個性があるのが、鹿児島ラーメンの特徴とする意見もある。他県と比べると麺は柔らかく仕上げられ、野菜等の具材が多く使われる点などが異なる。鹿児島県では、古くから豚肉を食する沖縄からの影響もあったため、豚骨スープがベースとなったが、 他の九州地区のラーメンに類似せず、白濁させないスープを提供したり、臭み消しにニンニクや焼きネギを使うといった工夫が行われてきた。このため、くるめラーメンとは異なる発祥の豚骨スープのラーメンとされている。また、早い時期から味噌ラーメンが存在したことも、鹿児島ラーメンの特徴である。郷土ラーメンの多くは、 その地域に影響を及ぼした数件のラーメン店と同じスタイルのラーメンが広まることが多い。しかし、鹿児島市内で、老舗ラーメン店の、のぼるや、のりいち、こは、人気店とはなったものの、鹿児島ラーメンのスタンダードとはならなかった。岩岡博は、自身の推測と断った上で、鹿児島県人の情熱的性格と、自主独立の寄付、他社の研究はするが、 真似は嫌がる県民性に影響があったものと推測している。来店した時にお茶と大根の酢漬けやたくあんが出てきて注文の品が出てくるまで漬物を食べて待つスタイルの店が多い。これは、のぼるやげラーメンに大根の漬物をつけたのが、鹿児島では一般的なつぼ漬けやたまり漬けであるたくあんに姿を変えて広がったとされる。鹿児島ラーメンは高いという印象が 一般には持たれている。これは麺の仕入れ値が高いことに由来している。鹿児島で製造される麺が全国と比較しても高値というのもあるが、製麺業者が一般製造している麺を購入せずに、時点のスープに合わせたオリジナルの麺を仕入れようとする場合には生産ロット数が多くならないことから麺の仕入れ値が高くなってくるためである。また鹿児島ラーメンの専門店が出現したのは、 昭和30年代後半とされており、太平洋戦争以前は大衆食堂のような店で長崎ちゃんぽんやうどんなどと共にラーメンが供されていた。このような食事としての位置づけも相対的に高い価格帯に設定される理由である。ありがとうございます。